直島正幸は、日本の政治家、民進党に所属していた。参議院議員、経済産業大臣、参議院懲罰委員長、運輸委員長、民進党、エネルギー環境総合調査会長、民主党副代表、両院議員総会長、政策調査会長、参議院幹事長、参議院政策審議会長、参議院国会対策委員長等を歴任した。 大阪府池田市生まれ、父親を早くに亡くし、大阪府立北野高等学校定時生課程から、神戸大学経営学部に進学した。1971年に、神戸大を卒業し、トヨタ自動車販売に入社。1980年から、全トヨタ労働組合連合会専従職員。1982年に全トヨタ労連組織局長。1991年に、 全日本自動車産業労働組合、総連合会副会長に就任した。1992年、自動車総連の推薦を受け、民社党公認で、第16回参議院議員通常選挙に比例区から、出馬し、初当選。その後民社党会党により、新新党、新党友愛に所属した後、1998年からは民主党に所属しており、一貫して、 自動車総連の講演を受ける、いわゆる労組の組織内候補の一人。1998年、所属していた新党友愛が、旧民主党に合流し、民主党の決闘に参加。その後、参議院政策審議会長、参議院国会対策委員長、参議院幹事長を歴任する。参議院国会対策委員長時代の2001年3月14日、 森吉郎首相の問責決議案の趣旨説明を参議院本会議で行い、森内閣を指導力なし、緊張感なし、責任感なしの最低、最悪内閣と断じ、KSD 事件は自民党全体を覆う構造的な問題、国民生活を破綻させる経済政策、機密被疑枠解明の消極姿勢、愛媛丸事故への対応などを最低、最悪と非難し、 森政権が続けば続くほど国益が損なわれると強調した。2005年、前原政治代表のもと、党政策調査会長代理及び民主党次の内閣官房副長官に就任。2007年、小沢一郎代表で党政策調査会長に就任した。参議院議員で民主党政策調査会長に就任したのは直島が初めてである。2008年、 戦時性的強制被害者問題、解決促進法案を参議院に提出。2009年5月、鳩山幸夫代表のもとでも政調会長に再任された。2009年の第45回衆議院議員総選挙のマニフェスト作成の中心的役割を担った。2009年10月21日、中日アメリカ合衆国大使ジョン・ルースと2009年9月、 鳩山幸男内閣で経済産業大臣に任命され、初入閣した。同月、NHK の報道番組に出演し、アジア全体の所得を倍増させるなどの目標を作って日本の技術を提供していきたいと述べた。2010年6月、日本企業の国際競争力を高め、強い経済を実現するための案を取りまとめて、策定した。 産業構造美女2010を経済産業大臣として発表した。同月に発足した菅直人内閣においても再任された。同年7月の第22回参議院議員、通常選挙に比例区から出馬し、4選。同年9月、菅直人第一次改造内閣発足に伴い、経済産業大臣を退任。大臣を退任後、民主党成長戦略、 経済対策 PT 座長に就任。2011年1月の党役員人事により、民主党副代表、両院議員総会長に就任した。2012年9月民主党代表選挙では、現職の野田義彦陣営の事務総長を務める。同年12月の第46回衆議院議員総選挙で民主党が大敗した直後、同月19日に実施された、 民主党両院議員総会において野田の公認を選出する民主党代表選の延期を主張した参加議員に対し、そんなことなら私は辞任すると反対した。2016年の第24回参議院議員、通常選挙には出馬せず引退。同年11月、朝日大受賞を受賞。選択的夫婦別姓制度の導入に賛成している。 2010年4月9日の衆議院、経済産業委員会において、原子力発電所の多重防護について、吉井秀勝の巨大地震時に、多重防護の危機が壊れて動かない場合に、どのような被害が及ぶかを調べる、よう各電力会社に指示すべきではないかとの質問に、直島正幸経済産業大臣は、多重防護で、しっかり事故を防いでいく。 メルトダウンというようなことを起こさせない、このための様々な仕組みを作っていると答えた。また、同5月26日の委員会において、原発の輸出について、吉井の事故が起こった時に、偏西風などに乗って放射性物質が日本へ飛んでくる影響をアセスメントした上で、トップセールスをしたのかとの質問には、アセスメントは行っていない。一方で、 各国が自ら安全の確保に万全を置きすることは大前提と答えた。吉井は2011年3月11日の福島第一原子力発電所事故後、原発トップセールスに走り、原発メーカーの営業マンになったような仕事は熱心にやっても国民の安全への思いはほとんど感じられないとしている。ありがとうございます。